2009シーズンのチームフォトボンスセッソ FC は、ブラジルリオデジャネイロ州リオデジャネイロのボンスセッソ地区を本拠地とするサッカークラブである。1913年8月12日創設。これまでにカンピオナートブラジレイロセリエ B に2度参戦した。クラブは1912年8月12日に創設された。カンピオナートカリオカが分裂していた1924年。 ボンスセッソは LMDT によるリーグで準優勝した。決勝ではバスコダガマに敗れた。黒いダイヤモンドと呼ばれたレオニダス・ダシルバは1931年から1932年までボンスセッソでプレーした。1935年、ボンスセッソのエミリアーノ・ラモスがカンピオナート・カリオカで16ゴールを挙げ、得点王に輝いた。 1980年、カンピオナート・ブラジレールをセリエ B に参加したが、第2ステージで敗れた。1983年、再びセリエ B に参加し、第1ステージで敗退した。エスタジオレオニダスダシウバをホームスタジアムとして使用しており、収容人数は2390人。なし。ありがとうございます。